V6 エンジンに電気モーターが組まれた最新の HV フェラーリ。マラネロの魅力は一切かすまないと英国編集部は絶賛します。ソーダ感と乗り心地、回答性の秀逸なブレンド。プラグインハイブリッド、フェブの最新ミドシップフェラーリ2 9 6 g t b ハンドリングモードは5段階から選べる。一番ドライバーに優しいウェットは、 スタビリティコントロールが最も過敏な状態になり、A 素 C オフは完全な自己責任。電子制御ダンパーは2段階の減衰力特性が与えられ、ハンドリングモードとは別に選択できる。パワードレインとハンドリングとのモードの組み合わせは多岐にわたる。しかし、296GTB で特筆すべきは、 どのモードを選んでも素晴らしいということ。常に潤沢なパワーがすぐそばにある。それをすべて使い切らずとも、運転に引き込まれてしまう。乗り心地は、ソフト側の設定で、電子制御ダンパーが流暢に路面をいなしてくれる。ハード側にしても、荒れた路面での入力は大きくなるものの、我慢を強いるほどではない。ステアリングホイールの操舵感は、 切り始めで従来よりやや重さを増した。電動パーステアリングのメリットは、その重み付けを細かく調整できるところにある。ステアリングのレシオは F8 トリブートより、若干クイックで、ロックとロックは2回転弱。安定性が高いと感じさせつつ、切り込んでいくと爽快にコーナーへ吸い込まれていく。ステアリングの感触と乗り心地、回答性という、 秀逸なブレンドが完成しているピッコリーの V12 と呼べる V6 さらに特別感を高めているのが 3.0LV6 ツインターボエンジン 8500rpm がレッドラインで高出力型のチューニングが与えられているにもかかわらずレスポンスも極めて鋭いターボラグが存在するのかもしれないが駆動用モーターが穴埋めしているこの駆動用モーターは トラクションコントロールの一部としても機能する。エンジンの回転数を点火を止めたりブレーキをかける以上に短時間で絞ることが可能だ。サウンドは等間隔の点火順序とエグゾーストノートの高音域を中心に車内へ届けるチューブによる効果で V 型12気筒にも似ている。ピッコリーの小さな V12 と フェラーリガーが表現するほどマーケティング的な誇張だと疑うかもしれない。だが実際に聞いてみてほしい。穴勝がち的外れではないと思うはずだ。F8 トリブートよりかさむ車重を操縦性から感じ取れるかと聞かれたらわからなかったというのが正直な答え。296GTB を運転している間軽く感じるのではなく重くは感じないという印象が 中心的だった。今回の試乗車は、行動向けのモデル。より高速でサーキットフォーカスの296も追って登場する見込みだという、ルマンマシン風の専用塗装も、サーキット用に準備されていた 296GTB には、アセットフィオラのパッケージが搭載されていた。サスペンションが専用になり、軽量化され、空力特性が高められ、 英国では25,920ポンド、約401万円が増える。注目すべきアイテムが、マルチマティックと呼ばれるダンパー。GT レーシングカーの技術を応用した、アダプティブではないパッシブダンパーだ。高速域で、ダウンホースが 10kg 増える。フロントバンパーエクステンションは見た目の差別化にもなる。このオプションでは、ドアパネルは、アウターパネルも、インナー側も、 カーボンファイバー製になるガラス製のエンジンカバーは軽量な歴3樹脂製に置き換えられる。これら合計で 15kg のダイエットにつながっているという。加えてタイヤはミシュランのパイロットスポーツ 4S からドライグリップに長けたパイロットスポーツカップ 2R へグレードアップされる。ちなみにサイズはフロントが245、35Z でリアが305、 35Z だった。一度温度が上昇すると、そう簡単にグリップを失わせることは難しい。その代わり、すぐに減ってしまうが、296GTB のオーナーなら気にしないのだろう。アセットフィオラのパッケージを選択した場合のみ、指定できるルマンマシンを彷彿とするような専用塗装も用意された。他にも、 選べるオプションは数えきれない。ナチュラルな味わいを持ったフェブ。サーキットで 296GTB の実力を解き放つと、凄まじい加速力に襲われる。8500rpm へ到達させるまでもない。830PS の最高出力は 8000rpm で発揮される。パドルを引くと、発足、デュアルクラッチ AT は、 まさに電光石火で次のギアを選ぶバイワイヤーのブレーキも感触は終始一定している。制動力は紛れもなく強い 296GTB を何より輝かせているのがハンドリングのバランス。ターン、インジの反応に息をのみその感触が大きな自信を引き出す。際立って扱いやすいリアタイヤは 296GTB を大きく支えてくれている。 前後左右のピッチやロールといった余計な動きを抑え込みつつ、オフスロットルできっかけを与えると、穏やかに流れ始める。即座にパワーオンすれば、引いてたバランスを活かし、アクセルペダルの加減で、テールの向きを自在に調整できる。余裕すら感じる、従来のミドシップ V8 フェラーリのように、ナチュラルな味わいを持った最新の 296GTB、有麗なボディの内側には、 830PS を振り絞る複雑なハイブリッドシステムを秘めている。ミドシップのフェラーリとして素晴らしいことに違いはなかった。冒頭のラファエル・デ・シモーネシへの投げかけは苦問だったかもしれない。むしろ複雑なフェブを見事なスーパーカーへ仕上げる。その秘訣を聞くべきだった。フェラーリ 296GTB、欧州仕様のスペック、英国価格、 241,550ポンド、約3,744万円。全長、4 5 6 5ト、mm、ル。全幅、1 9 5 8ト、mm、ル。全高、1 1 8 7ト、mm、ル。最高速度、時速3 3 0トル。時速0、9 7トル加速、2.9秒。燃費、1 5 6トル。L。 予想 CO2 排出量1 5 0ートル予想乾燥重量1 4 7 0ラムパワートレイン V 型6気筒 2996cc ツインターボチャージャー電気モーター使用燃料ガソリンバッテリー7 2 4 5アワー最高出力 830PS 8000rpm システム総合最大トルク ギアボックス発足デュアルクラッチオートマティック。